ホームページを作ったのにどうしてすぐに検索に表示されないのか。こんにちは、クミディアウェブマーケティングの大高久美子です。どうしてホームページを作ったのに検索上に出てこないのか、そんな質問にお答えします。いろいろな要因がありますが、今回は3つのポイントに絞っていきましょう。ホームページを作った時、つまりあなたのホームページは誰にも認識されていないということです。検索上でクローラがあなたのサイトに見に来ていない、あなたのサイト自体にクローラが見に来ていないということです。だから検索上にいくらいくら探しても見当たらないのは仕方がないこと。だからあなたが努力をしていくことです。ではまず1つ目、 Google や Yahoo、 Bing というサイトがありますが、こちらにあなたの URL を推薦していきましょう。私のサイトできましたよ、こんなサイトがあるんです、こういうことですね。そして2つ目、ホームページはあるけれども誰にも認識されていないですから、いろいろな無料のブログサイトなどありますので、こちらに私のホームページができましたよというリンクを流してあげることです。3つ目、ホームページ内にサイトマップを作るということです。こちらも Google、Bing などがありますので、サイトマップを作り、ホームページがちゃんとできてますよということを流してあげるってことですね。3つのポイントいかがでしたでしょうか。あなたのホームページを作っても検索上に出てこない理由、お分かりいただけましたでしょうか。ではいつものように質問はコメントこちらへどうぞ。共有もお待ちしております。登録をしてないそちらのあなた、ぜひ登録をお待ちしております。